こんばんは、平井博之です。意味ないことを発見した。何？飛ぶとか、飛ばし、そういうのも意味ない、平井博之のワンナップゴルフ。この間の、トロ君がさ、サムネつけてくれてさ、飛ぶボール、あ、人生で一番飛ぶボール。そうそう、あれ気になるよね。あれさ、2日で2万回近く行ったじゃん。全然意味ないと思ったから。意味なかった、なんでかって言ったら、伸びただけで、いいねとか、そういうものが、やっぱ全然少ないんだ。他の動画に比べて。他の動画は、うち1万弱ぐらいじゃないですか。再生回数。4000とか1万とか。それで2万いくつの動画よりもいいねが多いわけよ。あ、そうだね。そう。だけど、その飛ぶボールの動画って、いいねがちょっとしかない。100ちょっとしかない。ないないない。で、再生回数が2万超えてるじゃん。全く意味ないな、ああいうの。確かに。そう、だから、あれは、結局、飛ぶボールが知りたいだけで、動画の内容として多分見てないから、だから別に機械が打ったっていいのよね。俺じゃなくていい。あ、そうそうだね。ああいうのね。うん、だから、ああいう動画は今後やんないようにしようと思って。そうだね。ただ、俺がほら、再生数欲しいから、俺が。どんどん飛ぶしかやんない。飛びなチャンネルにするから。一番やる気ないでしょ、登録とね。そういうの。あ、つまんないから編集してて。そうでしょ。全然面白くない。面白くない。どちらかというと、あの動画ってさ、パクることが楽しいんだよね。めっちゃ面白かった。ね。だすげえ言われたけど、どんだけピンクパンサーこすんですかって言われたけど、こすってんのが楽しくてしょうがなくて。違いない。めちゃくちゃ面白かった。そう、あれは、そうそう、僕ゴルフやんないんであれなんですけど、そう、ボールのこととか結構フィールドも良くて、面白かった。そう。別にいいんだよね、好きでやってるから。そう、あれは面白かったな、ね、でももっと俺が笑っちゃったのは、その次の動画で、あのグローブもシダのやつ借りてたっていうのが、あれは、俺さすがにそれはね、自分の使ってると思ったの。キャディバッグ持ってって、自分のグローブあんのに。なんで使わなかったの？だから、いや、俺さすがに自分のしてると思ったの。そしたらそれも、借りてたから。そう。で、持って帰ろうとしてるから、笑ったなぁ。あれめっちゃ面白かった。知らなかったし、めっちゃ面白かった。そう、グローブまで借りてた。そういう動画出すと、あれなんだ、いいねつかないんだ。そう。いや、あれが一番俺、今まで400本出してるけど、あの2本が、楽しかったよね。いや、一番面白かった。一番笑った。ね。ゴルフの内容知らないよ。知らないけど、一番俺は面白かった。俺もなんか、やってて楽しかった。楽しかったね。あれはね、同級生見たら、もう、いつもの。うちらのね、同級生見たらやばい。ダメだね、あれ。ニュートバリってことだね。全国版ではないってことではなかったね。ああいう感じで、ずっと中学生時代を過ごしてしまったから。そもそも、じゃあ、笑い抜くにして、飛びとか飛ばしとかって、なんで意味ないかっていうと、基本ができてれば、勝手に飛ばせるのね。自分を振りたい、飛ばしたい分飛ばせるのに、なんで飛ばせないかってことじゃん。要は飛ばせないから、飛ばしの動画を見たいわけじゃない。飛ばせる人は飛ばしの動画なんていらないんだから。あ、そうだね。そう。だからなんで飛ばせないかを考えてないわけよ。そう。だから今日基本がないから。基本のタイヤがついてボディがあって、シャーシがあって、で、基本エンジンがついてれば飛ばせるじゃん。走れるよね。なんとなく。だけど、それの基本のベースがないんだよ。だから飛ばせないわけじゃん。そこに気づいてないの。ああ。基本のスイングがなかったら飛ばしができないから、いくら飛ばしを習ったって飛ばせない。でもあれはさ、ボール変えるだけで10ヤード伸びてんだからさ、そういう意味じゃ正しいじゃん。まあね、俺だからね。ああ、そっか。飛ばせる人。そう。基本がある人だから。あ、ない人は勘ねえんだじゃん。そもそもまっすぐ行かないんだ。あ、そうでしたか。そう。だから余計に機械が打った方がいいんだよね。ああ、そうだね。例えば、どうせ俺が打ったって、例えばスリクソンと打ち比べててね、スリクソンの方が飛ばなかったじゃん。飛ばなかった。だからそれで、細工してるかもしれないとか、データ上のコンピューターをね、変えてるかもしれないとか、まあそういう疑いもあって、俺は不思議じゃないと思う。だけど、全部機械がやって、出しておいたら同じ感じで打ったら、まあ、それぐらいの差が出たとしたら、まあ、そっちの方が信憑性あると思うんだよね。まあ、そういうのも含めて、人間が打つもんじゃないなと思って。まあ、そうだよね。あれでなんか、本当はそんな、ヘッドスピードじゃ飛んでないでしょって言われたって、そうじゃなくて、比較して飛んでるって言ってるだけなのに、
そう、違うところを指摘する。平井そんな飛んでないでしょって言われたって。そう、どうしようもないんだから。そうじゃないの。このボールが、スリクソンに比べて飛んでるじゃんってやってるだけだから、別に平井が本当に290ヤード飛んでるっていう話はしてないんだよね。そう、どうでもいいの。別にあれが230と250でもいいの。あ、そう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 。そうね。だから、そう。ちょっと、論点ずれてるじゃん。そう。うん、もっとピンクパンサーとか見た方がいいじゃん。間違いない。で、中身が。面白いねって言った方がいい。そう。それ、そっち違うんだよ、ね。そう、飛ばしに関しても、うん、そう、飛ばせる状況であるかどうかよね、自分のね。まあ、だそういうのも含めて、ちゃんと自分のスイングをね、見直さなきゃいけないし、うん、ただ飛ばしたい、で飛ばし習いたい。うん、で、何を襲われるかって言ったら基本だからね。飛ばしを襲われるんだよね。それあれだよ、動画にしたら、飛ばしじゃねえじゃんっていうコメント来るんだろうね。でも来るだろう。来るじゃんね、来るね、うん。基本習ったら飛ばせるからね。あ、うん、いきなり飛ばせないじゃん。そっか、シンプルにちゃんとまっすぐ引いて、うん、力を伝えて、うん、押せば飛ぶんだ。で、自分にアクセル踏む気持ちがなかったら飛ばせないしね。うん。だって曲がり怖がってんだもん。あ、まあ、そりゃ飛ばないさ、うん。そういうのも含めて、うん、ちゃんと自分がその飛ばせる状況にあるかどうかってすごい大事、うんうん。そういう意味で意味がなかったのね。意味がなかったと思う。再生回数いただきましたけども、うん、いっぱい。うん、サンキューなんだけど、うん、意味ないなと思って。そう。ゴルフのことやんないで遊びに行こう、また、大門。うん、遊び行く。うん。物だけもらいに。確かに。だけど、一個ももらってないからね、本当はね。そうなの。あらららら。パクれてないのよ。パクれないと。あんなにお客さん送ってるのに。そうよ。何やっちゃってるの。だから、あの、プロとのなんかね、ボールとか、本当だ。とか、あの、QI10 と VF のセッティング良かったね、うん。あれ、このパクロン。あ、そう、セットでね。うん。次第でも何でもいいから。そうだね。そう。桜ちゃんもいなかったし。本当だよね。うん。クラブ触れたから良かったけど。そうだね。うん。言わねえでやる。いやいやいや、ちょっと言うのは。あれ直近、直近です。直近ですか直近です。わかりました。はい。おっと。ごめんなさい、これはカットでお願いします。まあ、ちょっとあの、また、ダイモンの方に行って、まあ、仕方なく遊んであげます。で、また、トロ君と一緒になんかパクって帰ってきますんで。でも行くとさ、取らされんじゃん、真面目な人で。俺、そんなつもりで行ってないのにさ、なんかいきなり真面目に打ち出したからさ、うん、え、そういうの取んのと思っちゃったんだよね、あの時ちょっと。じゃあ、今度、のっけからもう、やっていこうか。そう。もう、ね、クラブも持ってかないし。俺だから、境のジャージ着ていこうかなと思ったんだ。この前も、あれだしね、しかも私服だし。そうだよね。ね。そう。だってさ、初めなの打てとかさ、データ取られてもさ、うん、面白くないじゃん。びっくりした。だからいきなりなんかちゃんとさ、シール貼ってさ、そう。取り始めて、あ、今日真面目に取るんだと思っちゃったね、あの時。バッグ持ってかないぐらいでいいよ。そう。全部しなくらい。なんなら、いや、対談すんのかなぐらいで俺本当に思ってたの。マジで。うん、マジで打たないのかと思ってたな。うん、打ち始めたから、あ、いつも飛んじゃん、いつもと一緒だなと思って。そう、うん。あそこで違うの、そう。そうだね。ダイモンってさ、数字出すとさ、すげえさ、嫌なコメントいっぱい来るし。そう。いいんだけどさ、なんか出せば 出しただけなんかね。そう。いや、ほんと。何 ?1.3 の230ヤードとか期待してんのかなと思って。それはさ、しょうがないよね、でも。いや、しょうがない。俺たちは数字のあれはね、わかんない。どうセッティングしてるか知らないっていうか。うん、だってコンピューター俺ら触ってないんだから。うん、やり方わかんないしね。そう。で、その、まあ、一つ言えることは、うん、平井の飛距離でミート率が悪かったら、うん、プロゴルファーとして成り立たないっていうか、あの、あ、戦えないっていうんで、まあ、ミート率が高いっていうわけ。そう、やろうとしてるからね。うん、だから、ね、その辺は知らない。そっか、磨いてきた結果だもんね。そうそうそう。それを今もセットして出せるから、うん、ああやってしっかり当てようとする意識があるだけだから、うんうん、別に。だから、どういうことになるとかはないから、うん、ね。うんうんうん、いいですよ、それ。ただの結果ですから。いいのよ、そんな。ゴルフはドライバーからパターまで正解。いいの。ドライバーだけ良くたって、うん、スコアにはなんないですから。14回フェアウェイだって、うん。そう。そうだね。どうでもいいんですよ、そうだね。気にする方がもったいない。あ、もう気持ちが疲れちゃって、うん。ヒール食ったってフェアウェイにいれば十分ですよ。なんで、まあそういう気持ちで、焦らずやっていっていただけたらと思います。
意味ない動画ありました。飛ばしは意味ない。本当に。飛んだら飛んだでラッキーっていうだけで、うん、それだけじゃないので、うん、はい。まあ、正確性の方が大事ですよね。なんだか、そういう練習に切り替えていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。